お世話になります、一人でございます。またレイドの更新行われましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。やっぱり今回連休ですから更新来ましたね。最近ね、2週間に一遍はね、更新されるので、まあ、かなりいいんじゃないかなっていう感じですよね。期間については7月26日月曜日8時59分までということで、まあいつもと同じ感じですね。で、出現するポケモンについてはカブト、オムナイト、プテラでございます。だから化石系ですね、昔のやつの。最新のやつ出してくれよって思いますけどね。で、今回も色違い出るということで、確率アップしてるのはオムナイトでございます。これどうなんだろう、選択肢として。私としてはプテラが良かったかなっていう。一番かっこいいじゃないですか、だって圧倒的に。まあいいっすけど、なんかポケモンユナイト配信開始されてからすぐにこのレイドってのはみんななんかやる時間あんのかなとか思ったりもしますけど、まあ4連休だから大丈夫ってことなんかな、多分。まあ当然ね、私たち YouTuber には4連休こそ働かなきゃいけなくて、なんなら365連勤ですからね。まあ1年365日みんなを笑顔にするのが仕事ってのはすごく嬉しいことですけどね。まあということでね、今回は色違いのオムナイトをゲットしていきたいなと思います。いきますよ。まずは不思議な贈り物から必ず、ワイルドエリアニュースを受け取るですね。相変わらず私はテザリングでやっております。ニューロ光契約しようと思ってるんですけど、この前やっとニューロさんから電話来て、ニューロさんって2回工事しなきゃいけないんですけど、ようやく1回目工事できるかと思ったら、工事する前に下見させてくださいって言われて、いや、3回もやんなきゃいけないの。しかも下見ってことは最悪できなくなることもあるっていうね。なかなかいかついっすよね。まあニューロさん早いから早くね、ちょっと使わさせていただきたいですよ。はい、ということでワイルドエリアニュースね、この通り受け取ったら、あとはやっていくだけなんでね、行きましょうよ。で、あと入れていくだけなんですが、出現場所はね、いつも通りどこでも出ると思いますので、ここに入れちゃいましょう。レギュラースですね。レギュラースに入れて、おい、なんで紫出んだよ。紫出たら、出ないんでしょ、確かイベントのやつは。なんで他のとこ行かなきゃいけないというね。運がいいんだか悪いんだか分かんないけど、ゴー、頼む、一発で来い。一発じゃない、もう2発目だけど、違う、ちょっとみんなで挑戦押しちゃうというね、おまけつき。なんでこいつ連続で来んの？おい、なんでこいつばっか？違うね。こいつしか出ないの？イベントレイドポケモンか、こいつ。あ、プテラだね。すごい、初めて見た、ここプテラ。めちゃめちゃかっこいいっすね。まあ、とりあえずね、一回、まず色違い見つける前に、ウォーミングアップがてらね、やりたいと思います。あと、報酬とかも確認したいしね。これいいね。やっぱプテラってね、かっこいいよな。そんなもうなんか、ポケモンしてないっていうか、普通にプテラノドンみたいな感じだけど、恐竜の。そのまんまって感じだけど、やっぱいいっすよね、こういう王道なポケモンってのは。あ、ミスったわ。岩タイプだから地面タイプの技持ってこうと思ってバカした効果なしのやつばっか持ってきちゃった。ちょっと一回切ります。さすがにちょっとアホすぎたな。はいはい、今度こそ倒させていただきますよ。色違いの前に手こずってるわ。あ、バリア3つですね。相当少ねえな、5つ星だったのに。よし、普通にもう何にも撮影する部分なく普通に倒せましたね。リピボで行きましょう。頼むよ。しっかりしてよ、プテラちゃん。ここメインじゃないからね。ウォーミングアップだからね。空気読んでよ。空気読まない人は嫌いだよ。まあ、空気読まないポケモンでも嫌いになっちゃうからね。はい、空気読んでくれたポケモンありがとう、プテラさん。いいね。おい、来たー。全然普通だな。経験アメ L2 個、XL1 個、ダイマックスアメ2個。これはちょっと多いかな。鉱石1個ずつ。ちょっと待って。これなんか化石ポケモンなんだから、鉱石さ、一緒になんか体にくっついてそうだよね。鉱石ぐらい紛れて。そんなことはねえと。はい、じゃあ見ていきましょう。来い。あー、5V か。まあまあ、しょうがない、しょうがない、しょうがない。どんまい。はい、レベル60オスのプテラをゲットだぜ。ということで、特性緊張感。相手を緊張させて木の実を食べられなくさせるということで、これ夢特性ですね。なんかこれ普通の特性感が異常な気がしますけど、どうなんか強いかな。で、技はストーンエッジ、地震、雷の牙、暴風ということで、タイプが豊富ですね。しかも強い技ばっか。ただ倒すのはそんな大変じゃなかったですね、レイドでは。で、冷静な性格、でございまして、リボンを持ってない、当然ね。まあまあまあ、特に言うことないかな。はい、ということで、普通のポケモンは特に何も異常なしということで、色違いのオムナイト捕まえていきましょうか。こいつはクマさんいるけど、クマさんは無視していきましょう。あんたの番はいつか来るのかもしれないけどね。プテラ来た。はい、ここで、まあオムナイト来てないですけど、まあいつも通りね、イベントレイドのポケモンが出たところで、みんなで挑戦で、本ボタンで、設定でね、1日進めれば、また別のポケモンに変えれますから、これをひたすらやって、オムナイトを出していきたいと思います。で、
いつも通りですね、オムナイトの色違い出やすくなってるのは、5つ星だけらしいですので、5つ星のオムナイトをね、探してやっていきたいなと思うわけでございます。だからオムスターの5つ星じゃなくてオムナイトの5つ星が出るってことなんですね。進化前パターンはなかなか珍しいっすよ。まあオムスター出んのか知らないけど、多分出ないかな。お、来たんじゃない？これ5つ星来ましたね。なので出たら必ずねレポートは書いておきましょう。やっていきますよ。来い、一発目で来い。最近調子いいからね。最近2回ぐらい5回以内で出てますからね。最近の回、お、ここないか。無理か。これでもあれだね、色違いオムナイト、この背景の色と多分似てますよね。紫っぽい感じだから、そこだからちょっと見分けにくいかもしんないけど、まあそんなのどうでもいいけど、もうまあとにかく出なかったということで。いや最近本当に多分なんか色違いの確率上がってんじゃねえかっていうぐらいね、運がいいこと続いてますから、来そうな気がするんだよね。はい、でリセットしたら、みんなで挑戦でまたね別のオムナイト5つ星出していきたいと思います。頑張るぞ。オムナイトとカブトとプテラしか出ないですから、5つ星のやつ出すのはそれほど大変ではなかったですね。やっぱりすぐ出すぞ。はい、出ましたね。まあ割と早く出るかな。でもだからやりやすいかもしれないですね。出たらレポート書いてまたやるだけです。最近早く来てるから絶対早く来る。最近で早く来てるから絶対早く来る。来ない、ダメ、残念。まあそんなもんですよね。でまた出なかったらリセットと。まああとはずっと同じ工程繰り返すだけでございます。頑張っていきましょう。無理だね。頼むよー。ふー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 、来てーくれー。おーおー、無理かい。あーダメだね。眠いよ、ちくしょう。あ、もうやだやだ。ダメだ。お、来た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 んじゃね、これ来たんじゃね、早くね、割と早くね。おい、来た、割と早い。めっちゃ早いわけじゃないけど割と早い。遅すぎるわけじゃないけど、ちょっと今時間見てみたら1時間40分はかかってた。だから別に遅いかな。最近でも早いから、まあ割と悪くはないんじゃない。だいたい2、3時間ぐらいかかってる時もあるからね。4、5時間かかった時もあったが、だからそれと比べたら全然いいんだ。一番反応に困る時間帯だな。まあでも早い方かな。いや、ほとんど炎技しかないから大最高でいきましょうか。お、バリアが5つか。まあ結構多いね、割と。ただこいつ、あ、波乗りやってきた。全体攻撃きついな。やっぱエンニュートとかのもう脆いくんたちは相当きついだろうね。しかもタイプ相性的にきつい。相手進化前だから楽勝かなと思ったけど、結構きついかもね。味方がちょっときつすぎる。なんだよ、全部効果抜群の技しか持ってねえよこいつ。やばいぞ、やられすぎ。ちょっと待って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 、またやられたんだけど。なんでこいつ進化前じゃん。もっと簡単に倒させてくれよ。あー、魚群のエフェクトうざい。これあるあるですよね。オッケー、なんとか倒せたー。こんな苦労しなきゃいけないの、こいつに。進化前のやつに。厳しいな、世の中。ダイブボールで行きましょう。頼むよ、来てよ。リピボーだとちょっと捕まえてるかすでにわかんないからさ、これで行きたいんだけども。頼むよ、来てよ。いいよ、いいよ。あい、さすが、オムナイト。ゲットだぞ。ありがたいね。はい、ということで、色違いのオムナイトゲットですね。いいっすね。あんま、ここだと色違い感、そんな、ガチガチにある感じではないけどね。経験飴 L2 個、XL1 個、ダイマックス飴2個、鎧鉱石1個、鉱石1個、マックス鉱石1個、大きな真珠ということで、定番的なやつですね。あ、やっぱ持ってなかったわ。なんで持ってないねん。私は。プレイ時間カンストしてるのに。やっぱだからリピボーつかなくてよかったね。はい、オムナイトちゃんも見ていきましょう。来てくれ！あー！くそー！無理か。6V。で、オムナイト、レベル60、オスですね。で、それで、特性、スイスイ。天気が雨の時、素早さが上がる。ということで、これは、夢特性ではないですね。まあまあ、どうなんだろう。特性、あんまわかんないからいいんだけどね。なんでも、正直言えば。で、ハイドロポンプ、大地の力、原子の力、レイトビームということで、力系が多いですね。と言っても2つですけど、まあ、あとね、レイドの時は波乗りやってくるので、全体攻撃なんで、そこ注意するぐらいですかね。まあでも、まあ、やられることはないかな、多分。やられそうなったけどね、私は。で、ずぶとい性格、それで、リボンを持ってない。当然ね。ということで、なんかポケモン GO とかでも、確か、色違い出やすくなってた時あったよね。ここ半年ぐらいかな。まあ、なんで、
まあでもいいでしょ。はい、ということで今回は化石ポケモンのレイドということでね、なかなかいいんじゃないでしょうか。オムナイトだけ色違いで出るんでね、なんでオムナイトだけ色違いなんっていう話はありますけど、どうせならさ、カブトとかも色違いにしようみたいな感じだけど、まあそこは欲張らないでおきましょう。まあみんなポケモンユナイトやっててね、まあ私はテザリングしか使えないのでポケモンユナイトできないんでね、剣盾やってますけど、皆さんはオムナイトの色違いじゃ剣盾には戻ってこないですかね。私はゲームの世界でも一人でプレイしなきゃならないんですかね。今夜は唯一私の話し相手になってくれるオムナイト眠れなそうですわ。